こんにちは、茂木和也です。今回は購入品の紹介動画となります。トイレに来ていますので、トイレ用の洗剤ということになりますが、今回ご紹介するのはこちらです。エステーのモコ泡トイレクリーナーです。この商品は新しい商品っていうことではないんですよね。存在は私もずっと知ってまして、でもですね、一度使ってみたいなというふうに思っていたんですよね。ということで近所のドラッグストアでこの間買ってきました。で、一度使ってみたくさせるのはやっぱりこの泡で出るというところですよね。日々トイレ掃除をしていますけれども、まあトイレ掃除に限った話じゃないんですけれども、お風呂もそうなんですけれども、同じような洗剤を使って同じような掃除の仕方ばかりしているとですね、やっぱり楽しくないじゃないですか。そもそも掃除っていうのはそんな楽しいものではないんですけれども、たまにはですね、楽しみながらと言いますか、気分をですね変えながら掃除をしてみたいなという思いがちょっとあるんですけれども、そういった時にですね、こういった普通でない洗剤と言いますか、こういう風に泡で出てですね、ちょっと面白そうな洗剤があると気分転換になっていいですよね。こういったですね、泡で出るタイプのエアゾルの缶のタイプはですね、以前も一度買ってるんですよ。お風呂用の洗剤で、それがこちらですね。これはジョンソンのスクラビングバブルのシリーズなんですけども、バスフリーモコピカという商品ですね。で、これですね、実際に使ってみるとイメージしていた泡の出方とですね全然違って、やっぱり使ってみるべきだなというふうに思ったのがこの商品なんですよね。これを使ってお風呂掃除した時の動画、概要欄にリンク貼っておきますね。泡がですね、シューッとかけた瞬間にですね、モコモコモコって出るわけじゃないんですよ。じわーっとこう出ていくような感じ。まあぜひですね、お興味のある方見ていただきたいんですけれども、ですのでこっちもですね、イメージしているような泡じゃない可能性もあるのかなというふうに思いまして、やっぱりですね、一度使ってみたいなというふうに思いまして、今回ご紹介しようかなと思います。もちろん私も初めて今回使います。実際に使う前に、まずはですね、簡単にこの商品の紹介をですね、このボトルに書いている記載内容を見ながらですね、ご紹介していこうかなというふうに思うんですけれども、まず表面から、これ後付けでシール貼られてますよね。除菌もできると。で、ボトルにもここに書いているんですけれども、やっぱり今このご時世だから除菌っていうところを強調する意味でもシール貼ったんでしょうね。コロナ禍ですからね、除菌のニーズは高いでしょうからね。ということで、まず表面はこんな感じですね。ミントの香りとなっていますね。ブランドはエステーの洗浄力ですね。で、裏見てみましょうか。よく振り、先端を下にしてご使用くださいということがまず大きく書かれてますね。だから下以外で使うとうまく泡が出ないということなんでしょうね。そうですね、同じくですね、ここにも目立つように記載されてますね。上向きとか横向きだとダメですよということですね。で、使い方まず見ましょうか。よく缶を振ると、そしてノズル先端を下向きにし、縁周辺にスプレーすると、ぐるーっとこう一周スプレーするような感じなんでしょうね。そして便器中央に泡が行き渡るまで放置した後、水で流すと、この縁裏にこうジューっとやって、だん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 こう下に下がっていって、中央のところまで泡が落ちていったら水で流すということなので、ブラシ洗いは必要ないということみたいですよね。あと、ここ気になる文言ありますね。商品が冷たいと泡になりにくい場合がありますということで、冬は特に北国は注意が必要かもしれませんね。あと、次もですね、何気に注目ポイントですね。米印で書かれてまして、赤文字にはなっていないんですけれども、こびりついた汚れや黒ずみ汚れはスポンジやブラシを併用すると効果的です。なので、やはりですね、ただ泡をかけて流すだけでは落ちきれない汚れもあるので、そういった時にはブラシやスポンジ洗いをやってくださいよということが書かれていますね。ではですね、成分見ていきましょうか。成分、界面活性剤 2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、これはノニオンの界面活性剤ですね。洗浄力としては強い界面活性剤ではないんですけれども、このノニオンのポリオキシエチレンアルキルエーテルを使っていると。他のですね、成分との相性とか兼ね合いだったり、あとはモコモコした泡状を作るためには適しているという意味なのかもしれませんし、ただここに表記している以外のですね、成分、界面活性剤も含まれている可能性もありますから。でもですね、ここから分かることは、ポリオキシエチレンアルキルエーテルが一番界面活性剤の中では多く含まれていると。もし複数使っている場合はですよ。で、界面活性剤の配合量の合計が 2% ということになりますね。そして次がエチルアルコール。エチルアルコールはお酒のアルコールですね。エタノールですね。エタノールが入っていると汚れが落ちやすくなりますよね。油汚れも落ちやすくなりますし、皮脂汚れも落ちやすくなりますから。そして香料。香料は表面に書かれてましたけれども、ミントの香りということで、非常にシンプルなんですけれども、おそらくですね、表記されている以外の成分も入っているのかなというふうに思います。そして液性が中性から
弱酸性ということで、トイレ用の洗剤はですね、酸性側にしているとおしっこの汚れだったり、あとはおしっこの匂いにもですね効果的ですので、トイレ用は酸性側にしていると。流せるお掃除シートあるじゃないですか、あれもほぼ全てと言っていいと思いますけれども、弱酸性ですからね、同じことだと思います。で、この除菌につながる成分が除菌剤ということで書かれていないので、何か除菌剤が使われているということもですね考えられるんですけれども、このポリオキシエチレンアルキルエーテルっていう界面活性剤は厚生労働省のホームページで確認できるんですけれども、ある程度濃度があるとですねコロナに効果的なんですよね。なのでこのポリオキシエチレンアルキルエーテルが入っているだけでも少なからず除菌効果はあるのかなというふうに思ったりしますけれども、ここには除菌の下にですね全ての菌を除菌するわけではありませんとは書かれてますが、それ以外にもですね除菌成分が何か含まれている可能性はもちろんありますけれどもね。では使っていきましょうか。そしてこういうふうにですね先が曲がっているんで縁裏にかけやすいですよね。はい、ではまずよく振って、はい、では行きましょうか。ここからくるーっていきますね。あ、こんな感じの泡なんですね。イメージ通りですね。うん、しっかりした硬い泡が出ますね。密着力も抜群に高いですね。で、真ん中の方に泡がですね落ちていったら水で流すということですけれども、結構時間かかりそうですね、このぐらい密着力が高いと。その間にこの泡のですね pH をこちらの測定器で測ってみたいと思います。中性から弱酸性ということで書かれてましたけれども、実際どのぐらいあるのかというところですね、測ってみたいと思います。はい、5.9 ですね。なのでそれほどですね酸性度が強いというわけではないですね。もちろんクエン酸とかですねお酢とかよりも全然強くないですね。先ほどご覧いただいた通り、まさにですね中性から弱酸性ということで、洗浄力は正直それほどですね強くないのかなというふうな感じはしますね。そんなにですね酸性度が高くないと。そしてここの成分らを見る限りでは、界面活性剤のポリオキシエチレンアルキルエーテルもですねノニオンですから、洗浄力は他のグループの界面活性剤よりは強くないんですよね。例えばアニオンとか陽性の界面活性剤よりも洗浄力は弱いのかなというふうに思いますね。で、エチルアルコールと、エチルアルコールは洗浄力はありますけれども、そう考えてもそんなに洗浄力が高くないと。なのでこまめに掃除ができる方向けのトイレ用洗剤なのかなというふうに思ったりしますね。はい、ここだけ落ちていっちゃいましたね。こっちの方はまだへばりついていますけれども、長く吹きかけてしまうところは重さが出るので落ちていきやすいかもしれませんよね。こっちの方なんて全然まだ落ちていってないですね。密着力がものすごく高いですね。はい、吹きかけてから5分以上経過しましたけれども、まだこっち側もう半分ぐらいですね。こっちの方はもう流れ落ちたんですけれども、こっちの方はまだですねしっかりついてますね。特にここ横から見ると確認できるんですけれども、まだ縁裏のところに泡がですねしっかりとどまってます。非常に密着力高いですね。これほどの密着力ですから、多少ですね洗浄力が弱くても接触時間っていうところで補っているんでしょうね。なのでトータル的にはそこそこ洗浄力は高いのかもしれませんね。汚れに長くアプローチできるわけですからね。なのでこう成分欄だけで判断するよりもですね洗浄力は高いのかなというように思いますね。これだけ密着力が高いと。はい、吹きかけてから10分以上経過しました。まだですねここの部分は泡が横から覗き込むとへばりついてるんですよね。ただですね泡のボリューム感はなくなってきているので、とどまりながら泡がですね消えていって液状になってこう垂れていっているという感じですから、ここの垂れていってるところの筋を見ると、全体的にこう垂れていってるってわけじゃなくて、ところどころ水が落ちている筋ができて落ちていってるので、これだとですねむしろ良くないのかもしれませんね。泡がこうずっとこう下がってくれてると、全部こう便器をですね液で濡らしながら落ちていきますけれども、そんな感じにはここの部分だけなっていないですね。なので結構時間がかかるということがですねやってみて分かりました。泡の吹きかけ方によりますけれども、5分から10分ぐらいはですね放置する必要があるのかなというような感じはしましたね。ちょっと一度流してもう一度ですね吹きかけてみます。流します。はい、ではですねもう一度吹きかけてみたいと思うんですけれども、先ほどは縁裏の部分だけに吹きかけましたけれども、今度はですね全体的に吹きかけてみようかなというふうに思います。まずはこう縁裏からですねかけていきますね。
失敗、こう振るの忘れました。これ絶対忘れない方がいいですね。泡の出方が全然違いますね。で、こうちょっともったいないんですけれども、すごいですね。気持ちいいですね。ちょっともったいないやり方なんですけれども、このような感じでですね、便器内側を全体的にですね、覆うこともできると。でもこのやり方はお勧めしませんですけどもね、ただただもったいないと。はい、ということで今回はこちらのですね、モコアワトイレクリーナーのご紹介でしたけれども、もちろんですね、案件とかではございません。私が単純にですね、興味があったので試してみたんですけれども、やっぱりですね、こういったものって使ってみないとわからない部分がありますよね。今回一番ですね、使って感じたのは、とにかく泡の密着力が高いというところですね。あと pH 測定器で測ってみて、それほど pH が低くなかったというところもですね、意外でしたね。なので素材にはとても優しいのかなということが分かりました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。最後に流しておりますモテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。